トラック競技男子 100m 予選です。この予選は3組の戦いで各組の 100m 上位2名が本日14時10分から行われる決勝に進むことができます。この種目の四国高校記録は10秒63、大会記録は10秒54です。それでは予選1組スクリーン表示8名でスタートです。追い風 1.4 メートル。